おつ。55.2 キロということになります。オーバーウェイトとなりますので2時間以内の再計量が認められております。チャンピオンジョシュア・フランコ選手 55.2 キロオーバーウェイトのため2時間以内の再計量となります。続きまして明日の挑戦者井岡一人選手の計量に移らせていただきます。52.0 井岡選手は計量クリアでございます。アンダーで。井岡選手のみクリアとなりました状態でこのまま進行を進めさせていただきます。撮影は後ほど行わせていただきます。この後記者会見に入らせていただきますのでテーブルのセッティング壇上で行わせていただきます。少々準備ができますまでお待ちください。